司令さん、どうしたんですか？え、司令さん、覚えててくれたんですか？わーい、嬉しいな。ありがとうございます。私、早く大人になりたいです。できたら司令さんみたいな立派な大人に。その理想に近づくほど宇宙にも近づける気がします。だから誕生日は私にとってのステップアップ。これぞ宇宙へと続く大人の階段ですね。お誕生日おめでとうございます。実はプレゼントを用意してあるのですが、後で受け取ってもらえますか？ありがとうございます。で、そのプレゼントなのですが、宇宙でもちゃんと動くと言われる時計なんです。大気圏脱出の G にも耐えられるらしいですよ。私が近くにいない時はその腕時計を見て思い出してくれたら嬉しいな。ぜひ身につけてくださいね、司令さん。